けみんな私がちょっとだけリップうるさいって、ね、リップ塗らせてってやったの、うん、もう始めるよ。3分過ぎてるからさ、リップよりさ皆さんお待たせしてることにさ、そうだよ、ね、なんで時間も謝ってって言われてなんで言うのせやそれは分かんない、なんで言うのせやな、ごめん謝って I'm sorry I'm sorry I'm sorry ねえこれもう動いてないえ、違う違う、みんな復活してる今、何してるの、復活してんの、あ、いやここ動いてなかったから、あ、繋がってるかみたいな、みんなのために最悪やん、ほんまに Wi-Fi 繋いでたっけ、いや、わかんないけど、わかんない、でも別に大丈夫じゃないか、なんか撮ってやってたイメージ、でもいいか、切れたらまあ繋ぎ直したらいい、確かに調子悪かったら教えてください、いつも何回か止まるから、え、そう、うちも私いると前は止まったよね、止まった止まった、うちも止まった、うち一回一人やった時さ、うん、8回ぐらい止まったんじゃない、え、わかる、そんずあった、あったよね、え、もう自分がマジ電波飛ばしてる、今止まってるって、止まってますよ、やばいやばいやばい、え、止まってる、これシュッてしたやつ、え、あんまり触らないでまずありがちな、違う、ごめんみんな、じゃあちょっと確認したかった、ね、ちょっと気になったことがあったから、ね、もしかしてなんか止まってたり不具合あるのかなと思ってちょっと確認したの、ごめんね、うんうんうん、え、こっちは動いてる、動いてる、こっごめん、嘘、ね、止まると思ってなかった、おキレイ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 、わーキレイ、ありがとう、こんばんは、こんばんは、大丈夫だよ、音楽関節症やから、ごめんみんな聞いて、みんな聞いて、音楽関節症になった、音楽関節症になった、いいん別に話して、あかんの知らんねんけど、めっちゃ痛いね、顎痛いね、右がさ、うん、右顎がやばいね、対策してる人いるかもしれない、顎関節症の治し方教えて、多いんじゃない、多いんじゃない、やってる人って結構ない、聞くやん、そのうんうん、確かに、うん、もうどうやらだ、え、ねえ鏡見ていい、ごめん、ね、鏡見ていい、鏡見ていい、え、ちょっとねえ、ゆいちゃん、ゆいちゃん、2人がいなくなったの、ごめんごめんごめん、え、読んでて、その間、うん、あ、私のコメントいっぱい、私が始めちゃったからな、うんうん、勝手にごめんね、うんうん、ごめんね、あ、くっくっく、かわいい、え、見えてないよね、見えてない今のとこ見えとったやばいな、結構やばい、結構やばい、えぇ、オッケー、大丈夫、かわいいよ、あ、本当よかった、ちょっとこれで心置きなくできるショールーム、うんうん、え、みんなかわいい、誰が一番かわいい、そこだけちょっと教えてほしい、誰が一番かな、ちなみに誰が一番かわいいかな、でもかわいい人が後ろに行ってるよね、うん、今日ふざけんなよ、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 あ、井上里奈ちゃん一択だって、あ、やっぱり正直うちらがさ後ろに、ね、ちょっと待って、田村ほのちゃんとかキラキラ、あれ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 、今日あれいない、今日いないよ、可愛いけどさ、うん、メガネの子って書いてて名前言われて、前が名前知らんのか名前知らんのか、みんな一番、会長、みんな竹本ゆうちゃん二択、どういうことやね竹本どういうことやね竹本ゆうちゃん竹本かゆいちゃんか、どっちかっていう、ね、まあ、むずいね、それも確かにむずい、結構50-50感じやんな、うん、え、ちょっと待ってくれ、誰って、こっちゃん、全員同じ、ありがとう、同じ票、ありがとうございます、全部100100100で入ってた、 おー、全部で400なんや、うん、来てたね、全然ありがたいね、ありがとう、ありがとうなんで4人なんて聞いてるよ、ゆみちゃん、ゆみこがどーえ、じゃもうやりたい、絶対やりたいっていう、もうこの卒業する前にどうしても一緒にやらせてください、泣きながら、泣きながらすがりついてきてな、ゆみこも立てへんくなってたからもうちょっとうちらの子声でお願いだからって言ってで、もう立てへんくなってたから、うん、もう分かった分かった、しゃーないしゃーないって言ってた、うん、そうそうそう、いいよ、ここまでしないとしてくれなかったってことになる、逆に確かに逆にね、逆に言うとそうなる、逆にそうなるわっていうことなんです、そういうことなんです、そういうことなんです、だからゆみちゃんが今日回すね、そう MC MC ゆみちゃんが MC すんね、今
由美ちゃんがやっぱ由美ちゃんが由美ちゃんがどうしてもって言ってこれ由美ちゃんの部屋でしょしかもそうそう由美ちゃんの部屋こちらここじゃんここじゃんこんな可愛いこれは違うな由美子の部屋じゃないな、うん、いやこれ私の部屋ですいやちょっと無理だでも噛んじゃったしゆみちゃん顔見えないってよ、うん、今見えるようにしてあげた、うん、あ、 ありがとう何してんのみんなにさ顔を見せごめん読んで、まだ読んで待ってよ、まだ読んで待ってよ待って、顎関節症同じ痛いよな、顎関節症ってはい、竹本かわいい、はい、あ、どひどひするどひどひあ、かわいい、かわいい顔かわいい人しかいない笑顔が全員素敵かわいいしか読めないメガネ姉妹やさうん、祭り顔とかやめてよ言えないよめっちゃかわいい持っても言っちゃダメだよ目がほらちっちゃいからめっちゃかわいいほらこうちっちゃい顔ちっちゃいほら許さないからね誰やあかんで声がガラガラ電美人祭りギャル思った今それ見たうちのギャルのギャルって何祭りギャルやってそうなの？あ、そうか。ギャルやってか。やってなのか、ギャルやってなのかじゃない？ああ。でもイントネーションの問題。そうそうそう。でもギャルやってじゃない？ギャルピースくださいやから、ギャルみんなでギャル。いや。でもこれってさ、まだやってるのかな？その確かに。ギャルの皆さん。確かに。私はやりたいまだ。まだやりたい。うん。なんかないのかな？何が流行ってんだろうね。ね。私のポーズ何そうなんのやってほしいなんだっけどっちしてたっけそれ何でやってたのそれはどういう経緯というか、うんうん、どうだっけ説明元の、うんうんうん、えなんか幼少期のところやってたポーズ本当にやってたの、うん、なんかね多分ねなんかの写真で出てるよこうえ顔忘れたじゃ本当にマリナが生み出したやつじゃんこれえそうじゃなんか名前つけて何ポーズっていうの松田里奈ちゃんポーズ松田里奈ちゃんポーズ、うん、はい宮崎の人しかしてへんらしい書いてあるえ、そう、あ、書いてあったんって書いてあった多分入らない、そうかなちょっとね、あ、ペッパーミルなんだこれ何なんのえ、ね、ないのマジWBC だよ、WBC これね、ホームランとかあなた野球好きやばい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 なんか野球関連とか違うあれだよあれ見れるからたまたままだ見れるからたまたまだいやニュースでめっちゃやってるからねえ見たかも今日の朝見た見たえだってこれあれでしょ今日の朝あれでしょあのねなんだっけペッパーミルペッパーミルって何か知ってる知ってるこれやろこれやろなんかペッパーミルってなんだと思うそのペッパーミルってだからこの胡椒をこうやるやつやろ、うんうんうん、そうそうそうなんでどういう時にやるんこれちなみにだからそのちょっと追加で胡椒かけてるそれ料理の話ねで料理でこうやってやる野球でこうやってやる野球でこうやってやる時にやろバットでこうやってバットをこうやってやるやろちゃうでちゃうで普通にもう打った後クッククってやるなんかいいねなんかヌートバーヌートそうヌートバー選手ヌーってなんか歓声が起こるらしいヌーって起きるらしいすごいよね大勢選手がすごかったやろうんあれ最後ねあれすごかったやろすごかった。すごかったやろ。最後あの投げるのね。そりゃ。な。ヌー。ヌーイングって言うんだって。あ、ブーイングのなんかそのヌーの歓声が起きることが。可愛いね。うん、そう。ヌー。何やろ、ゆみちゃん。ゆみちゃんが好きなさ、デスパイネ選手がさ、打った時何するんやったっけあれ。帰ってきたら。何やったっけ。なんかやってないホームランとか打ったらさあるやんなんかこうやる人え何すんの何すんのいろいろあるよねそれぞれでも何やったっけパフォーマンスってこと、ね、そうそうパフォーマンスなんかさあそう足上げるやつへーかわいい足やるんだよねのりちゃん髪伸びたって伸びたよね私も伸びたんだけどさ
伸びて、うん、ヘアアレンジできなくて。え、なんで？え、違う、外羽できんくて、この長さで。え、できるよ。え、できなかったの、私慣れてないから。あ、今そうそうそう、だからもうとりあえずちょっと結んでごまかしたところあるよね。おお、やめろ、え、やめろ。最近プリン食べたやって、え、昨日食べた、うん、この前食べた。すごい。あ、一万人ありがとうございます。えっと、普段の素を出しすぎ。松成りあちゃん。何してた？何してた？何してた？普段の素を出しすぎ。何してた？やめて。何してた？何してた？やめて。ダメダメやで。ごめんなさい。もうこれは私だけ。私が見ただけ。私が変顔しちゃった。バカ。やめてよ。バカ。生配信やぞ。でもちょっと可愛さあるよ、まだ可愛かったけど、うん、本気じゃないもん。でもなんかいつもの出てた、いつものふざけた。でもこの何分か前にも出ちゃってた。やめなさいよ。やめて、危ないよね。ごめん、初めまして。えー、えー、本当本当。でもさ、初見って書いてることは本当に初めましてなんじゃない？あ、そっか、初見って本当に初見の前の方が。マジ、え、じゃあさ、自己紹介しておいた方がいい、うん、ね。え、誰ってなるよ。そうだね、急に誰誰誰誰誰お願いします。じゃああれからいくよ、うん、皆さんこんばんは、せーの、桜坂46です。あの、名前順でいこう、うん、はい、井上里奈です、よろしくお願いします。関由美子です、よろしくお願いします。美役が生んだパワフルガール、竹本由衣です。いらっしゃいませ、こんにちは、桜坂46松田里奈です、よろしくお願いします。そんなあったんや。あったん、ピンポン、いらっしゃいませ、こんにちはって言ってたよ。あ、やってたね。ピンポン抜かしちゃった今。松田銀行までとかなかった。あ、そうや、ゆいさん考えてくれたやつ。 あの、お客様の愛を振り込む窓口は私松田が担当いたします。めっちゃいいよね。え、いいよね。もうこれ初期に思いついてたらと思う。あ、結構なんかやっぱそうそう、後やったから、うん、なかなか、うん、いいちゃんローソンみたい。うちも見た、うちも見た、うちも見た、めちゃめちゃ意識高い。なんだっけ、ハピロー、なんだっけ、ローソンで、ローソンでハピロー。いやー、関西弁縛り。あ、私関西弁うまいねんな。違うで、うまいねんな、うまいねんな、そんなすぐわかるな。全然違うで、ほんまに全然違うで。ほのほのとか気づかへんで、全然もう違う、もう違うもん。ほのとか気づかへんで、気づかへん で, へんで。あ、ちゃうねん、多分大阪ちゃうやろ。大阪ちゃうやろ、大阪ちゃうやろ、大阪ちゃうやろ、大阪やねん、こっち。大阪の関西弁喋ってんねん。いや、大阪の関西弁喋ってんねん。滋賀やん、全部いいな。自分滋賀やん。滋賀の関西弁だって関西弁やん、ね、自分滋賀やん、うん、自分滋賀やん、自分滋賀やん、自分滋賀やん、それを言うな、自分滋賀やん。どうみんな滋賀やん。どう、私の関西弁。滋賀はやっぱ滋賀と兵庫は全然違うよな、関西弁。違う違う、関西弁は兵庫って地域によって全然違う。ああ、福岡とかもそう、滋賀弁って言われてる。そうそうそう、滋賀弁、京都よりやな、こっちは。そっか、確かに。何してはるとかよく言うもん、ね、そう、何してはるとか、京都何してはるかん、ほんまに使ってた。声ちっちゃい、何してはるってめっちゃ言ってて、京都だけやと思ってた。声ちっちゃい、ごめんなさい。マジ聞こえにくい、絶対。あの、なんでごめん、音量一なのかな。結構あるんだ、そっちのせいに。なんで相手のせいやねん。こっちの責任やろ、どう考えても。なんでなすりつけんねん。聞こえるよ、でも今まであるから大丈夫じゃないかな。そうね、ごめんなさい。のステップ、これ大きいよって人も声でけえよ。それは俺もみんな調節して、自分で。こっちはもうわかんないから。こっちはこっちのボリュームでいくから、うん、そっち調節してもらって。よろしく。よろしく。よろ。ボリュームばかりで。うるさかったです。あれ聞こえるよ。みんなコンタクトって。みんなの問題だよ。うん。うん、私コンタクトだけど今してない。コンタクト入れてない。みんな裸眼じゃない？裸眼。ここ三人、うんうんうん。でも入れてみたい。え、やめた。あ、違う、あの、なんか乾燥するよ。あの、カラーコンとかをやってみたかった。あ、けどその入れたことがないから怖くて一生できてない、うんうん、あのマリー・アントワネットやった時、あ、初めてね、金髪にな、あの時15分ぐらい撮るのかかった。ね、難しいよ、ね、ね、怖いよね、目にこうするっていうのが難しくて。え、もうね、めっちゃね、もうね、もう目めっちゃ痒いし、
もうすぐ撮りたいってなっちゃう。そうなんや、うん、苦手。こういう時笑ってみた。メリコン、メリコンでまうからメガネが。ごめんね。ゆいちゃんそのメガネ初めて見たかも。確かに。今日のために買ってきた。そんなことないで。可愛いやろ。でも可愛い。可愛い。かけたい。これこれ。な、え、え、可愛い。すごい。可愛い。めっちゃ可愛い。あ、似合うね。ね、ね、普段かけてるもんね。イメージ。確かにイメージがある。似合っちゃうのよね。あ、可愛い。うん、可愛い。生きる人って感じ。なんかすごい。なんか社会人みたいな感じ、うん、なんかこう私これ似合わん気がする。え、かわいいよ。かわいい。伸び伸びたみたいな。かわいい。ドラえもん。あ、出ない。くしゃみ。危ない危ない。ドラえもん。ドア入ってなかった、うん、ゆいちゃんの。だってだった、うん、私の入ってる、うん、あ、そうなんだ。あ、そかそか。そうね。でもマリナと視力一緒だもんね、うん、多分これだからかけたらゆみちゃんもう視界クリアよ。でもこの世界に行きたくない、行けない、うん、もうね、戻れなくなるから、行ったら、うん、いや、めっちゃ綺麗。あ、すごい。わあ、ちょっと知らないで、奥は、本当に、うん、覚えちゃダメだよ、うん、私はザリガニチャンピオン。わお、なんかそれ前言っとったよね。やってなかった。ゆいちゃんそれザリガニチャンピオン。ゆいちゃんが考えた。そう、急にね、ザリガニチャンピオン。今コメントでもらう、ね、私流行らせていこう、みんな。ザリガニちゃん、いや流行りたくない、それ。ザリガニちゃん、えって言わ、はいって。でも2人でしかやられへんから、これ。あ、みんなでやるもんじゃないか。そうな、すごい風船。なんかザリガニ色が飛んでる。ザリガニ色の風船、風船飛んでた。あお、マンパン、ね、スターライブ行きます。ありがとう、ありがとうございます。告知しとこ、言って。3月23日、何曜日。ゆいちゃん誕生日やで。せいで、せいか、私誕生日やね、その日。木じゃないっけ、木曜日です。うん、1週間もないで、井上。やばい、やばいの。木曜日東京ガーデンシアターにて、あの、バックスライブやったことある。そうそうそう、バックスライブやったとか、うん、すごい。で、マンパンスターライブというライブに出演いたします。すごい。ゲストで出させていただきます。ぜひ見に来てください。頑張れ、待ってる。本当にやったことないもんね、コントとか。そうだよ。いやでもマジで上手いと思う。やったことないよね、本当に。私たちないないない、うん、え、でもマジで上手い2人やと思う。うん、見たことないくせに、まあね、見たことないくせにけど、おもろいねこの2人。この間稽古してきて。誰やねん。私おもろいね。誰やねん。ねえ、この間稽古してきたよな。あ、ごめん。じゃあ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 、この前な、うん、そうそうそう、稽古してきて、稽古の時間があって、うんうん、すごい難しかったね。難しかったよ。頑張ります。うちは台本見ながらずっと、うん、いや緊張するね。目くばせで、うん、ってやってたよ。やっぱさ、三四郎さん、さらばさんはやっぱ、うん、すごいから、プロフェッショナルですから。そうだよね、うん、ね、うん、ぜひぜひ見てきてください。待っております。待っております。すごい、他にもたくさんのゲストの方いらっしゃいますから、ね、私らもその出ない時とかに多分見るの楽しみよ、ね、うん、楽しみ。めっちゃ、うんうん、いろんな方で、うん、来て行く、うん、行く、ありがとう。よかったら見に来てください、うん、お願いします。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 待ってます。待ってます。おい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 、くるって書いてあった、ね、うん、くるる。書いてるよ、書いてるよ。見たよな、うん、同じやつ見た、同じやつ見たよな。同じやつ見ちゃった。井上が言ってたやつやんな。うん、そうそう、クリープね、クリープ、クリープ。今日東袋さんいないんですか。でも、あの、いつも、あの、バンパースタではいつもいらっしゃいます。もちろんいますね。もちろんですけど、いつもいらっしゃいます。いらっしゃいますよ。でも皆さん優しかったよな。うん、いや、本当に。イエスイエスイエス。にゃ、にゃ。とりあえず泣いときゃいいねんな、こういうときは。やだ、猫の泣く真似する人。ツアーも来てくれるって。ツアーもいっぱいある。待ってます。ツアー止まっちゃってる人もいる。
ツアーね。ミーグリの札、春にミーグリの札作った方がいいっていう質問来てますよ。どういう、それあの自分の名前の多分じゃない、ここに。あ、でも分かりやすいよね、覚えやすい。分かりやすいかも、確かに覚えやすい。一応ね、名前は出てるけど、うん、皆さんの、うんうん、出てる、うん、だけどなんかそれのつけてる人が多いかって言ったら多くはないから、うん、あったら、うん、こっちとしてはね、その名札のなんかこう色とかデザインも込みで、うん、多分こうインプットされる、うんうんうん、気がします。確かにそれはある ね、ある。さ、名前書くとこをさ、うんうん、なんて言うんだろう、メモ代わりに使う人いるじゃん、うん、なんて言うんだろう、うんうんうん、あ、その伝えたいことを書いてくれるところ、そうそう、そういう系の人もいるから、あ、確かに、ね、常にね、うん、そこにあるのはすごい見やすい、覚えやすい。あ、明日じゃん、明日巡りだね。明日も明後日巡りだね。楽しもうね。わあ、楽しもうね。桜が満開だ。初巡り緊張します。緊張するって。大丈夫だよ。え、大丈夫だよ、みんな優しいし、絶対大丈夫だよ、うん、マジ楽しもう、一緒にこっちからマシンガントークで明日行くよ、ありがとう、待ってはいる、待ってるね、ありがとうございます、うん、たまにね、途切れ途切れだって人がね、うん、Wi-Fi 大丈夫そう、ちょっとだけいるけど、みんなの家、うん、大丈夫そう、こっちの問題かな、大丈夫そう、ね、の可能性もある、うん、あるよね、ごめんね、うん、ほらワク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 さった、チケット友達になりたい、ぜひ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 、よかったやん友達増えた、ありがとう、大丈夫友達になろう、友達になってください、松田近い、ごめんごめんね、じゃあ離れる、イオンライブの思い良かったですよね、よかった、ね、ちょっと話させて、話させて、イオンカードさんのライブがこの間あったじゃないですか、うん、でそこでオンマイウェイという、まあ、もうこの神曲もうこのさ、後にも先にもない、え、後にも先にもないこの神曲、オンマイウェイ知ってますか、まあ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 、全人類知ってるよな、オンマイウェイなんて神曲やから、オンマイウェイを久しぶりに披露するということになりました、うんうん、私もセトリ、はい、あれ、あ、自分がセトリを見た瞬間に、うん、もう大興奮で、うん、わー来た、久しぶりにお前目が聞ける、うん、思いまして、ね、うんうん、で本番の日に、うん、どうしても私は、うん、客席で見たかった、うんうん、お前目、うん、でも自分はメンバーやから、うん、一応ね、うん、やっぱ本番は見れないわけです、うん、袖からしか、そうね、うんうん、この気持ちまずこう感じてほしい、あ、悲しいね、はい、悲しい、悲しいね、そうだね、そう、大好きな曲をどうしても見たかった、うんうん、ということで私オンマイウェイのリハーサルにね、あの一番前のど真ん中の席で最初から最後まで、ゼップのね、はい、ゼップのずっとリハこっちしてんのにずっと一番前の真ん中でこんなやってんのよ、一番前の真ん中で、うん、もう最初から最後まで見させてもらって、うん、最初まあワンコーラスとかだけでやっぱ音合わせとかする、うん、マジかっこいいんですよ、マジかっこいいんですよ、そういうの意味が分かる、マジかっこいいんですけど、ワンコーラスだけやってもうお願いですって言ってマネージャーさんとかもうそのライブのスタッフさんにお願いです、フルが見たいですとか思ってたの、私は言わないよ、もちろんこのこっちはそのリハーサル中ですから、みんな言わないけど心ではこう願ってたわけ、そしたらフルをもう見れて、リハーサルで2人の生歌フルを聞けたんです、こんな目の前で、マジで目の前で、ゼップの一番前の真ん中よ、目立ってたよ、目立ってた、一番目立ってた、で一人でな、一、うん、人で踊って、うん、でもう二人マジで1ミリも見てくれへんねん真剣やねん、こっちは真剣、モニター環境が真剣やねん、めっちゃここに集中してた、チラリとも、ここにいんのにやで、目の前にチラリとも見てくれへん余裕なかったん、そこまでな、1ミリも笑ってなかったよ、ゆいちゃんにファンサする1ミリも笑ってなかったよ、見てたやん、だってあーすーぐーとかさこことか見れたやん、別にいやいや、そこもあの大事だから、モニター環境、ここだって音取るかっていうのとか、高いんよそこ、そうそう、高くなるんよ、そうそう、めっ
ちゃ楽しかったね。むずいのよ。楽しかったんや、目当てでもゆいちゃんはもうなんか楽屋におっても、うん、あの楽屋にねモニターあるじゃん、うん、テレビつないでもらってね、うんうんうん、でお前が泣かれた瞬間、うん、もうモニターの前に一人でダッシュしなめっちゃ好きやん。そうそう、どうしてもすいません、どうしても客席でリハーサルを見させてもらいたいんですけども、うん、いいでしょうかって言ってスタッフの皆さんにこう、うん、お願いして、うん、客席に行ってきまして、コールしてくれとったのその時は。もちろんもちろんコールもしたし、あの振り付けも全部あの やりました、うんうん、やってみる。正式なコールでしょ。正式なコールっていうかマジで、いやそれな、ゆいマジでいつかやるから一人で一人音楽やね。結構きついよ。よく聞かれんね、よく聞かれんね、オンマイウェイのどっちパートがやりたいのってスタッフさんによく聞かれんね、いやいやどっちも一人で歌って踊るのしんどいよ。一人でやる。二人でも結構大変やね。一人でやりたい。 4.5 ぐらいまで行くからね。そうやんな、息できんなのやね。息できない、吸う暇なくて。受け疲れるだけだよ。覚えてる、すごい。あすごい、反対やけど。いい子なんかしない。ドボリアバーディ。じゃあチャラチャラやろ。チャラチャラチャラだ。あそこが難しいね一番。チャラチャラの後。チャラチャラチャラ。チャラチャラチャララ。I'm on my way。 なんでそれ、なんでそれ、それしない、なんでそっていう時夢はるの道、イエイイエイ、あちこっち行こうが失敗バックしようが、まだあちこっち行こうが失敗バックしようが、まだゆいちゃん、言ってくれてたよ、言ってくれてたよ、途中って、途中から途中来てるよ、みんな、いや、やるから、みんなコールしてた、せーの、 I'm on my way、 ロックバージョン、ロックバージョンから夢までの道、あっちこっち行こうが失敗ばっかしようが、そこはなんてくれないの、だからロックバージョン乗ってるだけで本気で、ロックバージョンガーで何を求めてるの、何を求めてるの、確かに、あっちこっち行こうが、あっちこっち行こうが、ヘイって言ってほしい、失敗ばっかしようが、ヘイまた途中、そういうことか、途中いらんけどな。これ初めてやったのロックバージョン。ロックバージョン、なんかいっぱいやってるよ。ずっと言ってない、うん、このだからこの前にあるスピーカーとかに片足をこう皆さんからの。いや多分ね、えみんなやってるカメラとかで言ってたね。定点でやってる。え違う、それがそれをさ、そうそうそう、桜月のさ、うん、特典映像にさ、うん、なんか載せられた。恥ずかしかった。マネージャー秘蔵動画集みたいな。恥ずかしかった。恥ずかしい。これって難しいよね、みんな。ね、難しい。あっちこっち行こうか。そこでヘイが来ると思うよ。え、だってさ、音源にさ入ってたらわかるよ。え、そうそう。イエーとかヘイとか。そこ入ってないやん。イエーイエーの。そうそう、イエーイエーはわかる。そうそうそう。え、イエーイエーはちなみにどんな感じで言うんですか。イエーイイエーイ、音取らない取らないバージョン。イエーイイエーイ、夢までの道、イエーイイエーイ、やだやだ。でももしかしたらファンの方が言うにはやりやすいのかも、高いとさ言いにくかったりするやん、多分バラバラになっちゃうかも。そうそうそう、逆にねファンの方が言うの分にはそっちがやりやすいのかも。失敗僕しようがフォッフォーやばい、結構勇気いると思う。あっちこっち行こうが失敗ばっかしようが、また途中も、やだやだよ。チケラップありがとう。チケラップ、おっす、いいやん、よくない、結構いいやんとか言っちゃったけど、オンマイウェイロックバージョン出そうよ。ちょっとでもやるんやろ、一人でちょっと、ね、この後ちゃんと頼んでくるし、ソニーのスタッフさんとか今から今から行くの、もうおらんの、次のシングルあたりで帰ってんじゃないかな、みんな、オンマイウェイのロックバージョンを私にやらせてください。帰ってるよ、花は咲いたよ。目玉焼きにも見えるよ、お花は咲いちゃう、すごいじゃない、嫌だその
よなんか。嫌だ。もういい。オンマイウェイの演歌バージョンお願いしますやって。ね、ないです。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 書いてあったから。ないです。ないです。書いてあったオンマイウェイの。ないよ。滋賀弁で歌ってって言ってるよ。めっちゃむずない。滋賀弁。あるん？あと英語やもんな。あ、もうまあ。ああ、そういうことね。確かに。滋賀が。滋賀が英語か。あれだけ海外の国やった。夢までの道あっちこっちこう失敗ばっかしようがまだ途中聞いてるずっと言い聞かせてるんじゃないけど聞いてる関西弁に歌って難しいの。いやむずいね。夢まで夢までの道ってなるやん。あっちこっち行こうが失敗ばっかしようがまだ途中まだ途中やんやんが途中やん頑張りやんもうちょっとそういう人おるよな。うん全員可愛い。可愛くないありがとうございます確かにごちそうさまです。あ、いいなのね。強がってる感情も頑張ってる意味も大好き。あ、いいな。もう僕たちは違う。これさ、どうしたん？どうしたん？今日何バージョン？大丈夫。でもさ、ゆいちゃんって一回ごめんねっていうのかな。はい。ごめんね。つくちゃん。なんの？ああ持ってる。井上里奈ちゃん持ってる。こういうの私な、あのライブでは下下の一番下ハモってるね。意外とバレてないみたい。めっちゃハモってるよ井上里奈ちゃん。なんか3人ちゃうねん。ねさあれでしょ？上真ん中下でしょ？そうそうそう。炎がメロディーで、ゾノが上で、私が下って一応振り分けてある。多分音源はCD 音源はみんなでやってるけど、ライブだとそうやってやったってことでしょ？え、サビもハモれんの？竹本ハモってる？マジ？なんだっけかしら？あれだよ、うちすぐさ、コラダが46？ うんそこのね、ゆらゆらならね、うちもね、うん、ね、聞こえたからね、ハモれるんだけど、あ、そっか、ヤモリで聞いてるもんね、うん、みんな。どれ？一サビ。僕は黙ってたの。あ、これだ。ここやな。うん。幸せを願えば悲しみが溢れて満開の。むずいんだこれ。え、待って。やめまーす。あー、井上里奈ちゃん、でも難しいハモリがあるみたいです。もともとはないよな、これ。あったっけ？ないないない。ないと思う。桜月のハモリ。ね、あー、桜月はいけんの？分からへん。やってない。でもあれってハモリなんかな？ね、例えばさ、ゆいと井上とかでさ、あのあれってなんていうの？上と下でしょ？同じ音程をさ、うん、オクターブ違うんだよね。はい。ゆいちゃんの匂いめっちゃする。そう、あれでよかったと思えるだろう。それがあれやな、ゆいちゃん。オクターブのやつ。一瞬でまた戻ってくるって。そうそうそう。あそこもでしょ。一 A の。どこ？あの。また大切な何かを残したまま音なした。いつも上で歌ってる。でも上でもいいよ。ここで今話し合うんや。じゃあ決めよ。どっちがいい？ゆいちゃん。ゆいはいつも下。うちは上の方が好き。うん、でも、なんかじゃあどっちでもいいや。なんか結構いっぱいの人で歌ってるから下で合わせて。パブさんとキラちゃんはどっち歌ってんやろ？ちなみに。確かに。え、でもボイトレの時上で歌ってる人おらんで。確かに下で歌ってる人の方が多い。にゃ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 。
やめなさい。上高い、確かにね、オクターブだからね。井上ウインクくださいだって。井上だけ。作ってどんどん顔が赤くなってきて。お上手。片手だけしかできんけど。ね、わかる。熱い離れる。ちょっとさ、こうしてこうして。あ、やばい。うわあ、危ないよ。なんかさ、ここと距離がさ、狭すぎてさ。うん、はい。よし、OK。作らせば。うん、つつつ確かに。うん、オッケーオッケー。確かに。熱い。はい、どう？うん、オッケー。あ。ごめんね。なんか書いてる？ごっちゃんです。何をやろう？何をやろう？サミダレを聞きたいだって。歌って歌って。サミダレよ。サミダレはハモれんの？歌って歌って。歌って。え、待って、何だっけ？サミダレをいっぱい歌ってきたやん。いっぱい歌ってなんかさ、ね、うん、怖いじゃん。うん、こうさ、私みんなが違うで。そう。言うかもしれんからな。サミ、あ、何？教えて教えて。サミダレ、サミダレ、サミダレよ。後から遠から愛しさが込み上げてくる。見上げたって変わらないのに。どこかに虹期待してしまう。さみだれよ切なくなる。いつの日かはやめます。ああ難しいです、ね、むずいのかな桜の。なんかね、やりやすいのとやりにくいのはあるよね。半信半疑とかやりやすくない？なんか半信半疑、なんかなんかさ、半信半疑が条件反射と一緒なんだ。めっちゃ一緒になっちゃった。今めっちゃ一緒になっちゃった。マジわかる。半信半疑でってなって、みんなみんなで言われて、だから半信半疑ってなって、半信半疑でだよな。うん、の後なんていいことないかな、とか、なんか確かにいけるかなと。もともとあるもんね。ね。もう踊れないや半信半疑。私も覚えてる。覚えてない。半信半疑。あ、そんなそんな、ここで半信半疑。あ、そんなそんな。あ、そんなそんな。ね、いいこと。え、当てたやんな、バックスで。やった。の。そんなんや。なんか飛んでる。誰かの白い白い毛が。誰の毛や。捕まえた。捕まえられ。あ、捕まえてる。すごい。この子じゃない？この子の毛、あ、この子の毛はめっちゃ抜けてる。すごい、めっちゃついてるよ。あ、ほんとだ。はいはい、思わない。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 みんな何が一番好きなの？確かに、何か何がさ、ファンの中でプラリーグ大好きだよ。私プラリーグ大好きだから。え、大好き。この新名覚えとる？振り全然やってないもん。全然やってないね。あ、待って、リガチュ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 チ入れたぜ。全然やってないよね。全然やってないよね。だってあれだよ、多分ファーストツアーじゃない？かな。ファーストツアーか、いや、ファーストツアーかな。キャフェスとかでやってないよね、多分。やってないよね。やってない。皆さんプラリーグを救ってください。私やりたい。プラリーグやりたい。ねえ、ゆりちゃんも仲間じゃん。え、好きじゃん。好きだよ。好きなの？え、一緒に語り明かしたじゃん。語り明かした。何を語ったか。プラリーグいいよねって話をしてたじゃん。あれはいいよね。なんかファーストツアーだよね。ファーストツアー以来だよって言ってる。あれバックスでやった。バックスではやった。やったやった。どっちもやってんじゃない？一回目しかやってないよね。あ、一回しかやってない。一回目しかやってないわ。一回目やってない。マジ？やばいね。やりたい。大好き。ハッシュタグプラリグを救いたい。やばい。可愛
愛い。私は大好き。みんなめっちゃアニラでやってたじゃん、階段のとこでやってたじゃん、やってたじゃん、ファーストだ、めっちゃ頑張ってファーストアニラだね。でもあのツアーのさ、なんかビーズみたいなの中に入ってやってるのも好きだった。あー綺麗だった、綺麗だった。ちなみにビーズ入りました、ね、わあビーズ面かよ、ビーズ面や、ビーズ面6人ぐらいしかおらんかった、6人しかおらんかった、すごいやん、ビーズ面は羨ま、マジかよ、いいな、そうやんな、うん、ビーズあんま言ったことないけど、一回も聞いたことない、一回も言ったことないけど、しかも別にビーズに入ることがいいとかいい悪いとかない、ない別にない、間違いなくにない、それな、ただ単にそのポジションやったっていう、あ、そう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 、なんか質問とかもらってみる、あ、確かに、募集して、ゆうちゃん質問募集します、はい、いらっしゃ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 い、はい、どうぞ、やばい、全部マリナが読めな、オッケーオッケー、任せて、じゃあみんな即答ね、即答即答即答、マイクロスコープを救いたいがってマイクロスコープ救って、ユミちゃんのさ自転車こぐやつめっちゃ好き、友達の作り方聞くな、わからない、わからない、友達ってわかんない、なんでそれを拾ったんや、ごめん、見えたから、見えたから、4人ともし、なんでそんな可愛いの、ありがとう、ありがとう、なんでだ、ありがとう、井上からの質問、そうだ、違う違う、答え、あ、答え、アンサーください、でさ答えなきゃ、確かに、ね、はい、確かにね、そうでしょ、うん、答えは、うん、あのいつも、うん、みんなが可愛いって言ってくれるから、いや間違いない、間違いない、マジでそれみんなのおかげだよ、いい、次、本当にそう、うん、次待ってよ待ってよ、ユニバル、ユニバル楽しかった、楽しかった、アンサーお願いします、誰か、ありがとう、みんな来てくれた皆さん、ありがとう、アンサーして、アンサーしてちゃんと、ユニバル楽しかったよね、たあのスパイダーマン同じ号車やった人、あれ、はいはい、あ、はい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 、違うわ、違った、ごめん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 、でも前列で見た、めっちゃ、じゃあもうね、スパイダーマン乗ってんな、みんなで、うんうん、でそのうちらが乗った号っていうか、うん、スパイダーマン号がさ、うん、もう全員メンバーやったわけよ、うん、マネージャーさんと、うん、だからさ、うん、めっちゃなんていうの、めっちゃおもろかった、めっちゃおもろくて、めっちゃ盛り上がった、マジでスパイダーマンに、うん、全部全反応するっていう、あでもやってて、しかも剣持ったからね、あそう剣持ったから、そうそうそう、なんかさ、褒められたんだよね、初っ端のスパイダーマンに、褒められたの、なんかさ、サングラスにやってるね、そうそうそう、みんなでみんな言われて、いやー私だ、それはマニュアル、指刺されたよ、みんなでさ思わずえっとかスパイダーマンが助けに来てくれるためにさ、スパイダーマンありがとう、ね、敵が来たら後ろスパイダーマン後ろ危ない、ちょっと待って、それデータいない、本当は本当はいない、それはみんな共通してある出来事、そんなことない、そうかな、そんなことないと思うよ、マニュアルとか言うなって本当だよ、マニュアルとか言うな、マジでめっちゃ楽しかった、めっちゃ楽しかった、うちらのスパイダーマン、そうそうそう、何ドラえもんのさ、あれ怖がってたよね、何マリナ、ドラえもんのやつ、めっちゃ怖かった、怖かった、っ見えないから怖い、え、そう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 、でも一個めっちゃ恥ずかしかったんだってめっちゃ笑ってるやん、私ホノと乗っててんの、横隣同士に乗り物で、ホノと乗ってて、こういうゴーグル、うん、VR かな、なんかゴーグルして乗るんかな、で、ま、めっちゃ楽しいんでアトラクション、うわもう楽しいってなって、終わる頃にもう、わあ楽しい、うん、ありがとう、ドラえもんたちに、自分の世界やから、そうそうそう、そうそうやから、周り見えへんから、マリンさんってクルーさんがどこにいるとか見えなくて、分からんね、うん、映像で自分の世界にから、うんうん、なんか急にはいおしまいあのめっちゃあの楽しい感じで、うん、あのそんな現実に戻す感じで、うん、そのやっぱクルーさんもクルーさんの世界に戻って、そう早く撮らなあかんもん、あの出なあかんからな、で、うん、まあ、いいですよって言って、うん、で、あ、声が聞こえたと思ってちょっとそれで恥ずかしくて、そんなに盛り上がって、井上がさ、はぁーって言っても見てるわけやろ恥ずかしくて、で、撮った後にめっちゃ優しいクルーさんやったから、うん、なんか、うん、いや、楽しかったですかみたいな、うん、聞いてくださったよ、うん、でもこっちテンション上がってるから、うん、最高ですなんかめっちゃ最高ですって言っちゃって、でもなんか
すごいやばい。あとあとなんかめっちゃ恥ずかしかった。それはまず。ゆいがさ、クルーシャーにいじられたやつ、いたっけ？なんかほんまに全員でメンバー一緒に並んでたやん、うんうんうん、やのになんか一人のこうクルーさんがビーって歩いてきてんやん、うんうん、ほんまにもうユイだけをバーってロックオンして、うん、お花バッチリって言って、うん、時止まってんな、お花バッチリって言って、お花って言ってちゃんとお花って言ってはーってやっててんやん、嬉しいねみたいな、もう一回同じ人の大袋で持ってきてんやん、ね、また別違うメンバーでもいいねんで、うん、他にいっぱい、うん、ユイだけにさ、もう最初からユイのこと見てたから、カチューシャ持ってるしな、そうそう、うん、ほんでユイのこと見てさ、ユイがさってなってたら、その顔見てさ笑顔パーフェクトいってらっしゃいずっとユイちゃん、ね、なんでユイだけなのやろ、面白かった、だってさ隣にはいっぱいメンバーがいるんやで、いっぱいいたの、なんでユイだけロックオンされたやろ、あれめっちゃおもろかったよな、めっちゃ面白かった、鼻バッチリて何してんの、ね、固定されてないからね、お花ばっちり、なんか面白かったよ、そういう祭り、映画はパーフェクトいってらっしゃい、そう元気出た、ね、やばいよね、ねハッシュタグお花ばっちりやばい明日そんな服着ていけないよ、ね、いやいやそんな、エミニオン好き、ね、楽しかったね、エミニオン好きだよ、楽しかった、楽しかった、募集して質問してたよ、何してたっけ、確かに質問、はい、え何今探してるで、うん、何の仕事やで、それ、うん、お願いします、来てない来てない来てない、あと10分、やばい嘘、なんか喋った私たちね、え分かっ、ねえ竹本ゆいちゃんしか喋ってなかった、嘘、確かに黙るわ一回ごめん今黙る一回10分黙る10分黙るそのままバイバイするからはい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 喋る喋るめっちゃ面白い、ユミコが喋って、あそうだよ、ユミちゃんだよ、はい、前回り受け身のコツ、うちも今見たそれ前回り受け身のコツ、あっちゃんお願いします、確かにマリナやどうですか、これユミコさんです、ユミコさんに来てますね見たことあるかな、前回り受け身絶対おもろい、ユミちゃんバタフライできるぐらいから何でもできるみちゃんってバタフライできるんだめっちゃおもろいよな、みちゃんのバタフライさ、死ぬまでに見たい絶対見よう、プール連れて行こう、25メートルプール、大丈夫、ちゃんともうあのもう見張っとくから、マジで、じゃあ大丈夫、マジでゴーグルして水泳帽かぶる、マジで分からんから大丈夫じゃあみんなでやろう、水泳帽全然あり、あの見たらゆみちゃんがバタフライ、はい早口言葉、はい、ゆいちゃん喋っていいの、いいよ今我慢してたの、笑い声出ちゃった、喋っていいの、いいよいいよ、どうぞ、かもしかもしかも確かに鹿だが鹿は確か鹿ではない、かもしかもしかも確かに鹿だが鹿は確か鹿ではない、えあれ言ってほしい、落ちたな東京特許許可局長のやつやってほしい、東京特許許可局長、うわーすごい、え3回やってみて、3回、東京特許許可局長、東京特許許可局長、東京特許許可局長、えすごい、すごい言ってる、えみちゃん東京特許絶対無理、許可局長絶対無理、えみこ言っていいの、ちょっと待って教えて、絶対東京特許許可局長教えてほしいだけ、東京特許許可局長、東京東京それまでじゃあ内緒に無理やろ、無理やって、いや言って無理やって、ゆみちゃんって意外と悪いんだよ、無理よ、ゆみこマジで悲しい、マジで悪い、福岡県出身いつも言ってないもんね、ね言ってみて、何よ何よ、東京特許許可局長言ってよ今、じゃあおっとっとのやつがいいって、おっとっとおっとっとって言って、おっとっとなんで取ってくれんかった、取って言うと悪いわね4年前の方読めかった言って、東京特許、東京特許許可局、なんて許可局長、許可局長が、うん、東京特許許可、あー東京特許許可局長、いやこれむずいよね、あ、じゃあ、あれは、うん、赤巻き組、青巻き組、黄巻き組、それめっちゃ苦手、赤巻き組、青巻き組、赤巻
息が無理やもん。なんか気持ちにさ声が全部追いついてってない。いいじゃん。赤巻き髪、青巻き髪、黄巻き髪。あ、すごい。赤巻き髪、青巻き髪、黄巻き髪。うわー。ギリシャ、ギリシャ。じゃあ耐えた感あるな、ちょっと。ね、で、私、カエルぴょこぴょこ難しいと思う。あ、むずいあれ。ポコポコにならない。わかる。確かに。カエルぴょこぴょこ、みぴょこぴょこ、合わせてぴょこぴょこ、むぴょこぴょこ、おいでた。ぴょこぴょこ。ワン何右耳にひみひるみんこれ早口言葉ばっかりさ確かにいいのみんな早口言葉で終わっていいのもうじゃなくていいのぐらいじゃんあと7分あやめていつも出てるからやめて出てる内緒でねえ内緒とか無理隠すな私ずっと素で生きてんだもん無理だよ確かに全然 OK 全然大丈夫全然大丈夫まさやちゃんいつもこうなるから、うん、好きだけどねそう好きだけどなー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 テンション高いそれそうよ本当にもうスクショはもう好きな時してください、うん、もうありがとうございますありがとうございますなんか人もあるかな4人でスクショタイム、うん、はいはい、はい、わ今日動かんかったエラうちいつも動いちゃうねあこうやってこうやってやってるやってるよ冷静冷静冷静と思って前髪解いていい、うん、いいよみんなに見てもらいながら解いてい い,、うん、い, い, よ い, いよみんな見ちゃってうちの前髪整えるとき、うん、さあコメント読みましょうどうやってアイドルがめっちゃ音ついてるめっちゃ濃いノーズシャドウみたいになってるけど、こうやってえここここ赤くなってるこうやってね暑いからかなこうやってこの細い方でこうやって整えるじゃん、うん、この櫛みんな持ってるよ、ね、えこれはマジでいいよ、うん、でねみんな変わんないとか思うでしょでもこの私もそれだもん束が上手に均等になるかがいかに重要あごめんごめんいいねこんな私の前髪の時間とか、うん、それで終わってもいいよいやそれは申し訳なすぎるメガネの跡つきすぎやろ間違いないメガネの跡かえそうだよあそっかそっか熱いくてなんかここだけなるみたいなあるよどういうどういう体質うんなんて最近ゲームしてる。あ最近してない。旅出てないよ。行こう行かなきゃ旅出ない。旅に出てくるわ。旅出てくるわ。旅出てくるわ。もうゆいちゃんがね。下手くそだからね。しかも戦ってる途中に寝てるからずっと範囲外にずっといてる。そう打ち上げるしね。ねえそう。寝てるのよ。久しぶりにさ。やったん？言ったんよ三人に。うんうんそろそろ一緒に戦ってくれませんか、うん、って、うん、なんかお前が誘ってくるみたいな言ってないよ言ってないよ足引っ張るじゃんいつもみたいなさ被害妄想やばいゆいちゃん自信なくしすぎやってゆいちゃんが誘ってくるのはいいけどゆいちゃんが足引っ張るやんみたいな言われてちょっともう誘うのやめたじゃあこの後やる終わった後やろうやろ確かに、マネージャーさん帰りたいよ多分間違いない帰りたいよね、うん、ね、あと4なんかなんか書いてないかな、うん、桜ミーツ見てね、うん、あ、ほんまや見てください4月6日4月6日からだよオッケーオッケーよろしくお願いしますどうかどうかお願いしますツイッターのあごめん嬉しい嬉しい出来事で公式ツイッターのフォローと、うん、ハッシュタグ桜ミーツでの、ね、盛り上げて盛り上げを待ってますなんならもうよろしくお願いします今日も桜ミーツでトレンド入りさせてくださいおーいけー毎日トレンド入りさせてください毎日投稿嬉しいよね桜ミーツではい見てますの見るって、うん、ありがとうでも私たちもまだ分かんないんだねまだですよまだ、うん、そうだよねそうなのよ楽しみだねねいやほんといろんな楽しみのこといっぱい増えたよね嬉しい、うん、やることを告知してくださいゆいちゃんマンパスタ言ったもんね。お願いします。あさっての19日、うん、日曜日に9時55分からクリームなんたらさんに出ますので、うん、お越しください。
絶対見てください。何の何をするとか言っていいやつ。民間選手権にをやってきました、熱海で。すごい、熱海か。あの土田さんもね。あ、そうすごいね。民間、はい、民間選手権のアシスタント MC をしてきました。すごい、すごい、素晴らしすぎる、ね、マジですごい。みんなには気づいてほしいな。あ、番組でもあれなんか、そうですね、危ない今さ、言っちゃいそう。危ない危ない危ない、私も言っちゃいそう。言っちゃい、普通にさ、その今流れてゆうちゃんこれ、危ないよ、ゆうちゃんあれ悩んでたよね。どう危ない、なんでもないです。ちゃんと、え、じゃあゆみちゃん、みんなに大好きな思い伝えたら。そうだよ、ゆみちゃんが最後に大好きな思い、まあ、またやればいいんだけど、うん、そうだよね。またやりたい、ちなみに。え、やってくれんの、ゆみちゃんが、ま、私たちはやるよ、依頼してくれれば、うんうん、ま、あ、じゃあ皆さんが見たいかなって、うん、あと1分、いいよ、ゆみちゃん最後に、うん、ごめんなさい、ゆみちゃんまたやってだって、やる、うん、またやろう、じゃあ4人で、うん、一人でもやりなよ、ちゃんと、うん、やりな。そう、ゆみちゃんを見たいって人いるから、そう、ゆみちゃんを見たいって人いるからね。見たいって、めっちゃ見たい。ゆみちゃんは、嬉しい。あと何日ぐらいなんだろうね、ゆみちゃんが、ゆみちゃんと活動できるのまだ発表されてない、されてるよ、え、もうあの言ってるの、もう言ってる、言ってる、言ってる。じゃあその最後の日をぜひ見届けに、ね、来てください。20秒です、うん、あら、みんなありがとう、今日忙しい中見に来てくれて、ありがとう、4人見たいだって、ありがとうございますありがとう、ありがとう、バイバイ、バイバイ。終わっちゃうよ、本当にいいの、あ、あと5秒、せーの、5、4、え、じゃあゆみちゃん一言、バイバーイバイバイ、またねー、また明日ー、また明日ねー。